オゾン水とは、酸素と水からなる新しい機能水です。塩素の7倍もの殺菌力を持ち、消臭、感染予防の効果があります。また、菌を死滅させるため、残留物がなく、人や環境にも優しく、安全なのが特徴です。今、安心・安全な環境づくりで、さまざまな分野から注目を集めるオゾン水についてご紹介します。オゾン水が自然分解するとき、近くの菌など物質にくっつき酸化する特性があります。これにより菌を完全に死滅させるため、耐性菌が発生する恐れもありません。また匂いの元となる悪臭成分そのものを分解するため、高い脱臭効果もあります。除菌後に残るのは酸素と水だけなので、残留性がなく環境汚染の心配もありません。実際にシステムを導入された委員の先生からお話を伺いました。他のシステムですと、薬剤を使用したり、また強酸水のように器具を錆びさせる可能性があるので、それについては我々採用できません。その中で、このオゾンシステムですと、いわゆる器具に対して錆びるという心配がないこと、またその下水処理を必要がないという点で、とても我々使いやすいと思って採用させていただきました。多少匂いがあるな、逆にそれが滅菌されているなという意味で、逆に患者さんのですね、あ、この匂い何ということで、話題がですね、弾むっていうこともあります。それとあと実際に素手で触れてみた時に、いわゆる普通の水と何ら変わりませんので、その点については安心して使用させていただいております。実はこれ以前には強酸水を使っていたんですね。それでスチールバーはすぐ錆びてしまって大変な思いをしたことがございます。今度オゾン水に変えましてからは、その点は安心して殺菌されながら清潔に使っていけるという意味でとても重宝しております。やはりタービンの水の回路はですね、フィルターがついているんですけど、そのフィルターに水垢がつくことが非常に少なくなりました。そういう意味でスチールバーの錆とともに、タービンのヘッドの中の水詰まりということがなくなったことが大きなメリットでした。私どもまだ半年ほど使っただけですけれども、基本的に環境に優しいということが非常に安心感があると思います。今下水処理についても我々の業界もかなり行政からも言われておりますので、安心して使えるというエコという面と安全という面では非常にメリットがあるシステムだと思います。それとあとランニングコストがですね、非常にリーズナブルであるということも大きな要素になると思います。私たちの治療では水を大量に使います。その中で安全に下水処理ができるということが非常に大きな要素になると思います。また歯を削るときには、皆さんご承知のようにエアタービンというものを使います。スプレーで噴霧しながら、水をかけながら削っていきます。その中でその大量の粉末は飛散するわけですね。お口の中から飛び出しているわけです。でその中で感染性のものが付着して飛び回っているという空気を患者さんに吸わせるというのは非常に心配な面もあります。その中でオゾン水という一つのソリューションは解決の中で一つ大きなメリットになるんじゃないかなと思っております。それとやはり下水処理が楽であるということと、それからあと排水口の詰まり、ぬめりなどが私どもの経験ではかなり少なくなったなという感じがします。それだけでもかなりこの殺菌効果というのは認められるんじゃないかなと思っております。僕なんかもよく会社に一応デモ機を置いて、
使ってるんですけど、で1日1回必ずうがいするんですね。あ、なるほど。でそれすっごくさっぱりするんですよ、うん、あ、なるほどね、患者さんがそういう声って上がってたりするのかなってもちょっとあれ思ってたんですけど、うん、まあその中で一番よくおっしゃるのは患者さんがこの匂いね、やっぱりオゾンの匂いってなんか独特の匂いしますよね。あ、これ何っていうおっしゃる方あるんですね。でその中で、あ、私どもの診療所ではこの水のシステムを全部オゾン水で殺菌してるんですよっていうと、あ、そうなんですかって、まあその中で一つ患者さんとのね信頼関係も醸成されるだろうし、それからまた一つの、まあ、話題作りっていうと変ですけど、まあいわゆる治療に対しての取っかかりとしてですね、まあまあ普通の治療とは違うんだよっていう差別化ですね、まあ、これからの歯科医院の在り方としてはそういうのが必要じゃないかなと思ってるんですけどね。歯の健康を守る歯科医院として患者さんにも環境にも優しい取り組みを進めてみませんか。弊社は特許を取得した安心安全なオゾン水除菌システムをご提供いたします。